こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、マルシン工業のねモデルガン完成品、ブラックヘビーウェイトコルト25オートですね。これでちょっとね、遊んでいこうっていうか、遊ぶとこまではいきませんが、こいつをネタにやっていきます。で、この品物は当チャンネルを応援してくださっている S さんから提供していただいたお品物になります。要はね、コルト25オートの完成品のモデルガン、発火式モデルガンだね。再販物だと思います。この箱僕初めて見ましたが、結構新しめの箱です。で、訳ありなんだろうねと思ってちょっと中を見てみたら、まあ訳ありだったんで、その辺をちょっと解説しながら、こういう答えもあるよっていう部分ですかね、やっていきます。早速まあバーンと開けていきます。まあ取説云々とかまあ別にいいんですけど、これね、ヘビーウェイトモデルで、完成品って何？この木目みたいなやつ書いてあるのかな？僕は初めて見ましたけど、まあヘビーウェイトの素地で黒染めしてあるのかな？これは多分。うん。これ以前僕が塗装したハッカーモデルの ABS モデルの方です。なんちゃって木目塗装やってて、意外と質感そっくりだなと思って今見てたんですけど、こっちはちょっと赤っぽい色に仕上げてありますが、艶消し塗装もしてあります。これは無垢のプラの色だったんですけどね。うん、なんだね、完成品ってこんなになってんだなと思って感心して見てましたと。で、マガジンはね、これちょっと落としちゃったんですけど、分解してかなり錆びてたんですよ。それでなんだろうなと思って、まあ発火してメンテナンスしてないんだなっていうことはまあ見て取れたんですけど、まあそういう個体だと。で、付属品とか揃ってたんでね、まあそれはそれでいいとして、カートリッジですよ。カートリッジね、これひねっても開かないの。うん、固着してるんですよね。でも見た感じ、中にキャップ解放入ってないんで、なんなのかなと思ったんですけど、要は発火させた後キャップ解放は捨てたけど、そのまま放置してたんじゃないかなと思います。洗うことなくね。それでこの今の状態なんじゃなかろうかと思います。で、発火後のメンテナンスがされてないとなると、中結構サビサビだろうなと思うんでね、やっていきます。まずはこのカートリッジからなんとかしていかなきゃいけないですよね。カートリッジは固着しても開かないやつなんで、多分そのせいでね、ジャンク扱いで売られてたんじゃなかろうかなとは僕は思うんですけど、僕はね、このウォーターポンプライヤーかなんか、あのタオルを当てがってこう握って、で、まあラジオペンチでもペンチでもいいから、これでクッとやってこじ開けます。これで開かないパターンもありますが、こいつは開いてきます。嫌な音しますよね。聞こえます？このキュルキュルキュルって嫌な音するんですよ。でね、中、やっぱりね、ほら、このファイアリングピンの部分ちょっと錆びてますもんね。で、ここ縁に白い発火カスが溜まってるんで、これ多分発火カスそのままでちょっと固着気味だったのかな。手じゃ全く開けませんでしたよ。まあ、こんな状態なんでね。じゃあね、一応カートリッジ全部ウォーターポンププライヤー作戦でですね、なんとか開けることはできたんだけど、そうだね、やっぱりこのファイアリングピンの部分錆びてますよね。もう赤錆になってます。うん、これね。で、このカートリッジに関しては、発火後は僕いつもマジックリン付けにしてたんですけど、これちょっと錆びつきが激しいみたいなんで、サンポールでね、一皮剥いていこうと、こいつに漬け込もうと思います。サンポールをジョジョジョっと入れていきます。もうこういう感じのものはもう原液ですね。たっぷり漬け込みます。うん、おう、いいですね。これで一皮剥きましょう。さて、次です。マガジンね、マガジンもちょっとメンテしたんだけど、ちょっとぐらいじゃ追いつかないんで、またやっていきますか。じゃあね、この部分をギュッと押し込んで、まあ、マガジンバンパーを外していって分解しますか。じゃあマガジンをね。でね、スプリングは意外と良かったんですけど、ほら、こいつにもね、結構発火カスついてて、こういうとこ錆びたりしてて、内側も赤くなってるの見て取れると思うんですけど、これね、サンポールつけるとブルーイング剥がれちゃうんだよね。かといってマジックリンっていうわけにもいかないんで、この辺は丁寧にね、シコシコとオイルで磨いていく感じになると思います。うん。で、あと本体側ですよね。ハンマーを起こして、
このセーフティーみたいなやつをピッとやってここにかけてやると、このバレルをこう回すことができるんで、この位置です。見えました？ここからこの位置に回してやるとスライドごと全部抜けるんでね、ほらずるっと。で、ああもうこれだね。ほらこいつ赤サビだらけだね。やっぱり全くメンテしてなかったんだね。ちょっとかわいそうだね。バレルデトネーターもね、ちょっとね、やっぱちょっとさ、あの発火カスが錆びちゃってるね。スライドはまあ樹脂なんでこれはこれでいいんですけど、ちょっとかわいそうだね。デトネーター抜けるかな。俺がね固着して抜けないとかだとかわいそうなんだけど、デトネーター抜けないね。これ電池でちょっと叩いてみようか。おお、すげえな赤サビですね、これ。ひどい赤サビだな。うん、です。これね、バレルの中も結構赤サビ入ってるんで、これも綺麗に洗った方がいいですね。こうなってくるともう全バラしかないよね。で、スチールの部品は全部洗ってグリスアップしないとこれ、ま、使っていけないような気がするな。マルシンのコルト25オートの分解とか組み立てって結構やったんで、多分僕の過去の動画見てもらえば出てくると思うんでね、あのまとめておきます。再生リストかなんか作っておきます、モデルガンの。これね、でもこの辺やっぱりエキストラクターじゃなくてエジェクターか、ちょっとサビがついてるもんね。この辺はきっちり磨いて落として、まあシアスプリングをまず抜いてね。そうするとスプリングの、このスプリング、まあ洗った方がいいよね。発火ガスがついてると思われるスチールパーツは軒並み洗っていこう。まあスプリングもそうなんだけど、トリガーバーもね、ちょっとね、まあトリガーピン抜いてやって、なんか逃がさなきゃいけないんだよね。あ、こっち、ここのピンも抜いてやって、ここのピンね、グリップセーフティーじゃなくてマガジンセーフティーか。あれも抜いちゃおう。どうせちゃんと綺麗にしなきゃ気が済まないしね。これです。これね、マガジンセーフティー。綺麗だね。で、ハンマーのピンも抜いちゃって、もう全部もうバラして。ああ、ハンマーとハンマーストラット。これは綺麗だね。で、エジェクターも抜けます。これはメンテしてやらなきゃいけないね。シアも抜けてきます。このぐらいまでやるとトリガー抜くの楽になるのかな？これトリガーの入れるのすげえ大変なんだよね。コツがいるっていうかね、なんかそうそう、こんな感じで知恵の輪なんだよねこれ。トリガーは別に火薬なんか入り込んでないみたいだから、これでこのまんまいけるとして、ここまで抜いたら、マガジンキャッチか。マガジンキャッチは、マガジンキャッチもピンだったよね。そうそう、このピンね、抜くとこれ外れますんでね、スプリングが入ってて。はい、そうするとこのリアシャーシが抜けてきます。メインスプリングも抜けてるんで、リアシャーシっていうかこのサブフレームもね、ちょっと発火ガスついてるんで洗っていきます。こんな感じかな。フレームは錆びる部分じゃないんで、よくオイルで磨きますが、まああれよあれよという間に全バラですね。この辺のやばいパーツはこれ特にね、内部ひどかったもんねこれはすごいな。こんな感じです。まあとりあえずシリコンオイルで混ぜてみようか。これはもう無理だろうな。ガリガリになってるもんね。ガリガリになっちゃってます。これはオイルで撫でてなんとか復活できるんじゃねえかな。無理かなこれもあれだよね、サンポールにぶち込んで、なんだろう、ブルーイングしちゃった方が早いような気がするな。これね、まあまあこんなもんか。まあパラパラっとバラしましたけど、発火式モデルガンで発火後メンテされずに放置された個体ってこんななっちゃうんだよっていう。なんでね、できれば水洗いぐらいはやってやった方がまだいいかな。水洗い後放置ぐらいでもね、まだマシかなとは思います。こう
本当はね水洗いしてこういうパーツね、この辺のパーツはねよく洗ってやってカートリッジとかね、あとオイルを差しとくだけで全然違うんですけど、うん、まあ仕方ないよね。でもジャンク扱いになってたね、あのカートリッジ開かなかったんでね、ということです。うん、まあ知らない人が初めてモデルガン手にするとこうなるかもしれない。僕が初めて使ったモデルガンもこんななっちゃいましたからね。うん、まあそれはそれとして、この辺はきっちり使えるようにメンテしていこうと思います。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別の動画で会いましょう。磨くべし磨くべし磨くべし、綺麗になるかな今度です。